デイエジプト記は旧約聖書の二番目の書であり、創世記の後を受け、モーセが敷いたげられていたユダヤ人を率いてエジプトから脱出する物語を中心に描かれている。モーセ五書の一つであり、ユダヤ教では本文冒頭より二番目の単語からシェモースと呼ぶ、全四十章からなる。エジプト脱出とシナイ山での契約が二つの大きなテーマとなっている。 キリスト教において、旧約聖書というとき、旧約すなわち古い契約というのは、この市内における神と民との契約のことを指している。エジプト第7の災い、ジョン・マーティン、1824年エジプト最後の、災いエラストゥス・ソールズベリー・フィールド、デイ・エジプト期は、エジプト脱出の物語に後から契約の内容と、細かい規定が組み合わされて完成したと、考えられている。なお、 22章18節にある、呪術を使う女はこれを活かしておいてはならないという部分が、近帝約聖書では、魔女と訳され、この聖書が広く読まれたことで、魔女狩りの聖書における根拠とみなされることになった。ナイルガートしない半島、ありがとうございます。